警備アンケート、警備アンケートパート2! イエーイ、いやー、グダグダだね。皆さんからストーリーズで、アンケートを取って募りました。今熱いイラストレーターを、紹介する企画で、今回はパート2ということで後半を、お送りしたいと思います。おい、行きますか。はい、一人目は熊蔵さんです。熊蔵さん出た。最近活躍が目覚ましいなと私は思っているんですけれども、これはこんな多かったっけ。ね、2月に私たちの企画している似顔絵イベントに初めて参加してくださっていて、その頃から見ますとですね、フォロワーがもう急増しておりまして。そうなんだ。もう本当に人気がもうどんどん加速しているなという印象でございます。すげえ、俺ら見る目あるなそう、ツイッターの方ではすでに人気だったんですけど、インスタがもう最近かなり来ていまして、すごい。すごくエモーショナル、ね。線をさ、こうやってカラフルにすることってあんまりないよね。はい、うん、確かにそうですね。うん、いろんな色を使って描いてる。表情も可愛いしな、はい。まあ実際に私、イベントで見てたんですけども、つけペンでですね、描いているんですね。インクをつけて、インクを。あ、書いてるんですけど。これ、あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、本当だ。手書きならではの質感で、ちょっと色も少しこうグラデーションがかってたりとか。ペンがめっちゃ綺麗だから結構デジタルなのかなと思ってたわ。あ、わかります、うん。なんかデジタルのもしかしたらあるのかなと思ったりはするんですけど、割と手書きのものが多い。書いた感じはデジタルだけど、質感は手書き、うん、ってか、このインクの感じっていう不思議な感じだね。初登場だったんですけども、すごく人気でしたね。たくさんお客さんが来てくださって。かわいいわ。今回、ちょっとレトロ感もあったりして。作家さんもですね、クールビューティーな感じで。はい。またぜひ、イベントを開催できる際はお呼び立てしたいなと思って。参加いただきたい。おります。はい。よろしくお願いします。ここでお願いしておきます。見てくださいって、はい、ということで、はい、次に参りましょう。はい、ほい、じゃあ、は川上無我さんです。川上無我さん、はい、以前ですね、この方は KB でも紹介させていただいたんですけど、はいはい、見たことあるよな。おしゃれですこちらの方は逆に線がないんだね。あ、このひげのおじさん感がこう、確かになんかいいよね。結構こういうファッションを見せるようなこうインスタのイラストのアカウント多いと思うんですけど、こうその中でもかなりアウトドア感があるというか、こうハイキングだったりとか、キャンプ好きそうだもん。そう、なんかキャンピーな感じが、開放的な感じがして素敵だなと思って、これすごいですねこれ面白いな。ニュースター福岡パルコ出店してるのかな。パルコに出店してるんですね。おお、やっぱじゃあアパレル系だ。そうですね、アパレル系な感じがします。これ家に飾りたくなるやつだな。あ、これ学校のやつがあるじゃん。山も海も似合うなって思って、サーフな感じもすごいいいし、こう人生を謳歌している感じがこうしてすごくいいなって思ってます。私は丁寧な暮らしされてそう、なんかそういうライフスタイルみたいなのが反映されてるのが素敵だなって思いました。次は水沢石鹸さんです。私もアンケートを通して初めて知ったんですけれども、このレトロな雰囲気がなんともいいですね。ここからこうどんどん増えていくぞっていう感じなんですかね。あ、でもグループ店舗からやられてるんだね。あ、やられてますね。これはデジタルイラストなんですかね。展示会やってるってことは多分手書きでもやってると思うけどね。あ、やってらっしゃるのかな。これとかはどうなんだろう。結構こういうレトロ系の方は結構いらっしゃいますけど、うんうん、こう皆さんどうやってこう質感出してるのかなっていうのすごくこう、うん、確かになんか、まあ、デジタルだとこう、ね、エフェクトでさちょっと汚したりとか、うん、色をそっち寄りにこう、うん、変えたりとか、これとかもこういうザラつきの質感とか出したりとかしてんじゃないのかなって気はしてるのか、うん、あ、うん、こういうなんだろう、あえてのこういうテロップとかもすごい素敵なんか昔のさ、はい、80年代の CM とかでなんか出てきそうな、うん、この出てきそうですね。なんかそこを本当にそのまま切り取ったような、いや素敵だなぁハマってんじゃん中妻さん、どうぞどうぞ、よく見てください。どれどれいや、いいですね。フランクフルトとコンビニと、これなんだろう、缶ジュースかな。9%って書いてる
かこのデフォルメの感じもすごく水沢石鹸さんらしさが出てるのかなと思います。はい、はい、じゃあ次ということで、はい、最後お願いします。エビチリさんです。エビチリさん、なんかちょっと尖ったテイストですが、尖ってんなこの方もこうコミック系ですね。どうぞ東君。はい、妻からの重大なお知らせ。 MJ さん大変です。ん、夕飯のメインディッシュの量が明らかに少ないです。豚肉とごぼうを何かに詰めたやつ炒めたやつ、あ、炒めたやつ、すいません、はい、とても困ってたのでメインディッシュの量が少ないダンスを襲ってごまかしました。どういうこと大丈夫大丈夫、これやばいね。切り平気な愉快な振りかけとかある何それ。いやこれはね、はい、5投稿ぐらい見たら、はい、癖になるやつだよね。これは癖になるやつですね。若干ちょっと今俺気になってるもんこれすごいな、これすごいな、紳士的なツッコミ手書きか表情かな、こう何で書いてるこの方はですね、推薦者の方がですね、特に推していたのは、このエビチリさん自身の、うつの体験談のコミックがですね、はい、心にこう残るといいますか、というのがありまして、この方はですね、中学生時代からうつと向き合ってきたという経緯がありまして、まあ、そのですね、コミックがですね、すごく印象深いなと思いますね。僕もまだ全部は読めてないんですけど、いろんなところにこう気がつく方というか、すごく優秀なだけに、やっぱりそういうですね、うつにこうハマってしまいやすいだろうなっていうふうに思いながら私は見ていました。最初こんな感じから始まったんだね。そうなんですね。最初はこういう感じから始まって。あ、うつ日記、こっから始まるんだ、うつ日記。そうなんですよ。うつ日記がこっから始まっていて。一番最初のことはっきり覚えていないが、小さな頃から哲学的なことばかり考える子だった。うんうん、どう死んだらどうなるのかとか、幸せとは、とは、とかずっと考えていた。うん、周りの大人にも気を使う、優等生、優等タイプで完璧主義、自分は有名大学だろうと思っていた。努力することが大好きで正義感が強く、自分で言うのもあれだが人に優しくするタイプ、はい、友達に恵まれていた、明るいムードメイク、はい、割と鬱になる素質ある。そうね、元の性格と思春期が重なり、中二の終わりから少しずつ変化が訪れる。よし、今日も世の中、世の中人のため頑張るぞ。いやね、こういうね、なんか心の優しくて真面目な方がね、こうなってしまう。ちょっとこれ読んでいこう。なんだろうな。中3になってからどう考えても陽気の原因は多忙な日々。生徒会役になる。運動会応援団になる。部活のラストスパート、文化祭の私もめっちゃ出る。受験勉強、もちろん塾もある。うん、全部好きでやっている。先生の親し特別に墓参りをした。そして部活の先生が完全亡くなる。それは相当大きな出来事だった、うん、物心ついてから初めて身近な存在がなくなって考える日々。死とは、うん、やべえ、ちょっとこれ止まんなくないだった。これなんだろう、そういう真面目だからこそ考えすぎちゃうっていう感じなのかな。なんか死に対してすごく感受性というか働いているというか、なんかそういうところもすごくそういうきっかけになったのかなっていうふうにも思うんですけど、やっぱりそういう感受性が高い方がですね、こういう感じでこうイラストレーターとして才能を発揮するっていういい一面もあるなっていうふうに思ってるので。まあでも本当そうだね、感じる力が強いっていうのは大変な部分もあるけど、やっぱいい部分もね、それ表現できるっていうと、そうですよね、人がこう気づかないところをこう表現できるっていう、すごくいいことではありますからね。うん、なんか人によって得て増えては全然違うので、うん、なんかこういう落ちている気持ちの時は本当に何もできないとか、やっぱり最悪の場合はもう自分で死を選んでしまうとか、やっぱり無駄な人なんていないなっていう、本当にみんなが自分の思い思いの得意なことで活躍する世の中にどんどん変わっていくかな。なんか優しい世界になっていいんだよね、うん、そうですね、本当に優しい世界になっていければなって思うので。でもなんかそういうところでこうアートがすごくこう一役買いそうな気がするのでですね、おっしゃる通りですね、私たちは引き続きそこを見つめていきたいなと思っております。おっしゃる通り、はい、見つめていこう
埋めていく広げていこう、広げていこう。そうですね、広げていきます。広げていこう。でも今回もですね、本当にエビチルさんのことを今回のこのアンケートで初めて私も知ったので、すごくいい気づきになりましたので、また定期的にやりたいね、これね。そうですね、アンケート企画はいろんなテーマでやっていきたいと思います。こういう形でですね、すごく楽しい企画になったなと思いますので、これからも楽しみにしていてください。それでは、またね。またね。